はい、何やらまた真空管アンプ、配線いじってます、修理してます。今回は真空管アンプレストアシリーズパート2ということで、16年前に作ったアンプを、直して、聴けるような状態にしていきたいと思います。はい、こちらはですね、私のウェブサイトになるんですけれども、16年前に作った、時の製作機を掲載しておりまして、これ非常に懐かしい話になるんですけれども、これが、アンプの全体図写真ですね。で、日付見ますと、2003年ということで、16年前に、作ったアンプになっております。でこれを、今回修理するわけなんですが、製作機ということで、これ非常に懐かしい、生地なんですけれども、こうやって作ったよっていうことを報告記事としてまとめています。で、製作して十数年はいい感じで、非常にいい感じでですね、動いていたんですが、その後、調子が悪くなりまして、なかなか修理の時間が取れなかったもんですから、しばらく前に一回修理しようということで、チェックしましたところ、一つ抵抗が、劣化していたというのと、もう16年も経ちますと電解コンデンサーがですね、何本か寿命になっておりましたの で液漏れとかしてましたので、それを、全て交換しまして、大体 ほぼいい感じに戻ったんですけれども、まだちょっと完全じゃなかったということで、今回は、これを完全に直して聴けるようにしていこうという話であります。というわけで、まずですね、前回制作しました、ダミー抵抗ですね、ダミーロード、この8オームの抵抗をスピーカーの代わりにスピーカー端子につなぎますと、正確ないろんな電圧の測定ができるということなので、ダミーロードを接続しまして、裏蓋をとりあえずドライバーで開けているという、状況です。こちら、一生懸命開けているところなんですけども、開きました。素人配線なんで、その辺はちょっとご勘弁をということなんですけれども、とりあえずちょっと汚れているんで、掃除機をかけてホコリを取ったりなんかしています。この 50BM8 の、アンプというのは非常にちょっと、変わったスタイルでして、 50BM の50っていうのはヒーター電圧が 50V、2本でちょうど 100V になるというヒーター電圧になっていまして、でこれはコンセントに来ている家庭用の電源が 100V ですので、トランスで電圧を変えずしてコンセントから来る 100V のままヒーターが点灯できると。つまりこのヒーターを 100V コンセントから直接投入できるということに加えて、もうコンセントから来る電圧をそのままですね、変圧、売電流、整流というんですけれども、電圧を上げて真空管の方の、音の信号の方に来る、電気もコンセントから直接持ってくると。通常は電源トランスというのを挟むんですけれども、トランスを使わないと、トランスレスという回路なんですけれども、これはかなり以前、高度成長期頃までは比較的テレビとかですね、家庭用電化製品にも使われていた技術なんですけれども、そのまま、AC100V で機械を動かすと、トランスレスという方式なんですが、これ一つ課題がありまして、と下手に触ると感電してしまうという、触るとっていうのは、これは中の配線を触るととかいう、そういう意味ではなくて、シャーシに片側 100V から直接アースが落ちてきますので、
シャーシを触ると感電するという危険性がありまして、これはコンセントのプラスマ、ホットとコールドをですね、ちゃんと区別すれば、シャーシに触っても別に問題ないんですけれども、コンセントの向きを逆さまにしますと、感電する危険があるということで、最近はもうほとんど使われなくなっています。実際このアンプを使った時に、まあネット上で仲間に報告したんですが、まあ結構それ危ないからやめた方がいいんじゃないみたいなですね、話をいただいたことがあります。で、まあこのトランスレス回路自体は、ラジオ技術に新しい先生が報告していた記事を、まあそのまま参考にしまして、作った回路でして、まあ、そこから先、真空管アンプの増幅部、アンプの部分はですね、まあ、自分で考えたというよりは、まず、エレキットという有名な、アンプキットがありまして、まあ、その回路が、6BM8 という、まあ、ちょうどこれ、ヒーター電圧以外は同じ動作をする真空管がありまして、でその、シングルアンプの回路がありましたので、まあ、それを参考に、まあ、パラシングルと。パラシングルっていうのは、シングルで出力管が1本なんですが、片側1チャンネルあたり出力管を2本使うと、パラで使うという回路でして、まあ、そのエレキットの回路を参考にパラ化したというアンプです。まあ、そういう思いつきで作ったアンプなので、まあ、音質は正直期待していなかったんですが、出来上がってみますとですね、これがまあ、私の評価というよりも、第三者の仲間の評価も非常にすこぶる高くてですね、なかなかいいものが出来上がったというところがあったんですが、少し課題がありまして、電源トランスを挟んでないというのが、途中で裏目に出まして、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、我が家ではですね、電源に時々変なノイズが乗ってくるというのに長年悩まされています。で、この電源ノイズが直接音になって出てしまうということで、時間帯によっては音楽を聴いてる途中に、まあ、ブーブーブーっていう音が雑音として乗ってきますので、自宅で使うのは諦めてそのまま放置していたという製品です。点検が終わりまして、まあ実は特に異常がなかったということで、いよいよですね、緊張の一瞬なんですけれども、テストスピーカーを接続しまして、音出しをしていきます。音出し成功しました。比較的まともに音が出てきましたので、前回はメインシステムに入れて相性が今一つ良くなかったので、今回はサブシステムに入れて本格的に音を聞いてみたいと思います。いつも 2A3 の直熱管シングルアンプで空気録音しているサブシステムの方なんですが、ここから先はきちんと空気録音をしましたので、これまでの 2A3 の録音と同じ曲を比較ということで聞いてみたいと思います。最初に、少し以前のシステムの音を聞いていただいて、その後に今回メンテナンスしました 50BM8 パラシングルの音を空気録音で、聞いてみてください。